それでは定例の会見を行います。今日は私の方からは特にございません。皆さんからありましたらご自由にどうぞ何でもお出しください。はい、どうぞ。 NHK の浜野と申します。はい、どうも。各種の世論調査でですね、はいはい、鳩山内閣の支持率が下落傾向が続いておりますけれども、はいはい、これについてはどのように見ていらっしゃいますか。当然のことだと思ってます。当初の言ったことは公約でないっていうことを言われたわけで、じゃあ一体何が公約なのかと、国民は何を基準に選挙で投票するのかと、その信頼性がこう失われるわけで、首相は明白に公約違反だと答えた人がある新聞の世論調査で 66% ですけども、もう当然だというふうに思います。確かに民主党のマニフェストには、基地の見直しということですけれども、選挙中の党首討論会でも第一声でも沖縄の街頭演説でも明白に普天間基地については国外撤去と、最低でも県外ということをおっしゃってたわけで、それを信じて県民は投票したわけですから、それを今になって公約でないと言われるのは、普天間基地をどうするかの考えの違いを超えてね、やっぱり許されない発言だというふうに思います。それに対する怒りがこれまでも民主党に期待かけたのに、いろんな点で高齢者医療制度問題や派遣法の問題その他で裏切られてきたと、ことここに立って、あれを公約でないと居直る姿を見てですね、一層支持率が落ちるというのは、必然的というか当然の結果ではないかなというふうに見てます。それに関連してなんですけれども、普天間の問題ですけれども、今日も関係閣僚と総理が詰めの協議をするなどしていますけれども、その閣内からはですね、その政府案をまとめるのが決着の仕方の一つだという認識を示されるなど、この今月末決着に向けて、いろいろ動きが出てきてますけれども、それについてはどう。5月末という期日の問題も重要ですけれども、期日よりも問題は中身だと思うんです。やっぱり普天間基地を撤去すると、で県民の総意はですね、中山知事はじめ41市町村長、先日の集会の共同の意思はね、県内移設反対、要するにたらい回しはごめんだと、普天間基地撤去してほしいというのが県民の総意でありますし、徳之島はどんな形でも徳之島に持ってきてもらっては困ると、2万6000近い署名を持って3人の町長さんが行かれたわけですから、5月末がもう少し先に伸びるかどうかということよりも、問題はそういう県民の意思に応えて、普天間基地を撤去するのかどうかということが問われていると。で今まだ政府案はまとまってないけれども、沖縄に行って首相が言った言葉は、沖縄にも負担をお願いするということを言いましたし、徳之島に一部、訓練施設の訓練機能の移転をということは、これは公言されました。これは明白な公約違反ですから、でこういう方向で政府案がまとまるとすれば、重大な政治責任が鳩山内閣と総理にはあると。だから期限の問題よりも内容が、自分たちが選挙で言ったことすらこう守れないと、国外県外というのは移設条件付きという点の枠内ではあるけれどもですね、少なくとも県内には移設しないということを選挙で約束したわけで、それに対する明白な公約破りを今やろうとしているわけですから、そういう内容が一番問題だというふうに思っています。なお5月末というのは自分で設定された期日ですから、自ら設定しておいて、その期日内に県民の総意に応えた結論を出せないとすれば、それは重大な、これも政治責任とを問われるというふうに思います。これは国会の中でやはり予算委員会などの場で普天間問題、あるいは
小沢さんの起訴相当という検察審査会の判断も出たわけですから、政治と金の問題、これは鳩山さんの問題も裁判が終われば資料が手元に戻ってくるから全て明らかにするということもおっしゃってたわけで、まあ、最近はもうその必要はないというようなこともおっしゃってますけど、政治と金の問題や普天間問題で予算委員会などの場で集中審議をやるのが当然だというふうに思います。そういう中で鳩山内閣の普天間問題などの責任も追及していきたいというふうに思っています。民主党と自民党が、はい、国対の会談を、はい、していますが、はい、まあ、終盤国会、どう取り組んでいくかお願いします。今言いましたように、一つは普天間、政治と金の集中審議予算委員会で求めていくと、あとやっぱり重要な課題としてはもうすでに審議に入っている派遣法ですね。これはああいう使い捨て労働を蔓延させた、製造業に派遣労働者使ってもよろしいというのを原則禁止すると言いながら、常用型という形さえ取ればですね、3ヶ月契約反復して1年以上の雇用の見通しがあれば構わないという、まあ、抜け穴だらけですし、登録型も専門26組は省くという、これも抜け穴だらけですから、まあ、抜本的な修正案を、ね、出して、まともなこう大企業の応募の手を縛るような法案に変えていくために、他にも課題たくさんありますが、特に普天間、今言った、派遣法問題は後半国会の重要な課題になるかなと思っています。あと、まあ、地球温暖化問題の法案も審議入りしてますし、その他重要法案目白押しですが、特にそういう問題は重視していきたいと考えてます。他ございますか。よろしいですか。じゃあどうも。